はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日はタンホール12なんですけども、結構ね、私いろんなね、12に関しては、趣旨の動画を上げさせてもらってるなと思っている中で、やっぱりね、これはね、ぜひ伝えたいっていうのが1個ありました。で、今日まず見てもらいたいのはね、これなんですけど、これね、どういう攻めで、これ皆さんこの配置を落としたいって思います？シングルインフェルノがね、ここにこう2本あって、で、イーグル島があって、ここにギガテスラと、これはマルチですね。で、こういう感じなんでね、対空砲がこっちに密集していますよという点を考えると、この辺をね、クイヒで一気にこう突き進んでいく、ここの区画にね、クイヒを入れることができれば、対空砲3本は落とせて、2層分けなんかがね、できたり、ジャンプを使ったりすれば、このイーグル砲も落とせると。なんで、クイヒドラバルとかね、最近よく順位では万能戦術として流行ってますけど、そういうのを使うっていうのも一定あると思うし、ちょっとね、これはリスキーかもしれませんけど、この区画ね、ここに一気にゴーレムとかね、ボーラーをヒーローとこう絡めて一気に流し込んで、で、ジャンプかけてね、こっちまで歩かせながら、残ったこの L 字、ここからこういう L 字っていうのを、ドラバルやね、ラババルで潰すとか、いう手もあると思うんですけど、やっぱりね、なんていうのかな、この陣最初見て、あって思ったのは、もう、確実にこれはコウモリだなと思ったんですね。なんでかっていうと、コウモリって今言ったね、そのドラバルとかラババルを回す前のリクパート、これをね、事故らずにやれるわけですよ。これが一番でかいんですね。罠をね、拾ったりしないっていう点からして、配置をしっかりこう見てね、弱いところ、コウモリが弱いところっていうのも保管してあげれば、綺麗にね、コウモリってやっぱり走ってくれるわけですよ。で、どう攻めるかっていうと、こうですね。ここからいきます。まずね、マルチインフェルノと、このウィストっていうのがね、コウモリを拒んでるように見えるんですが、よく周りをこう俯瞰してもらうとね、このウィストの攻撃はここまでしかいかないじゃないですか。で、エアスイーパーがここにあるから、このウィザードの塔っていうのはね、コウモリをこの辺に撃ったとしても、ウィズ島に絡められるリスクっていうのもあんま低めですよね。で、じゃあ、コウモリ撃つのに邪魔なのはこれとこれじゃないですか。したら、シンプルにアシャクイで、このウィストを壊しちゃって、これはね、運よく対空砲壊れたんですけど、レイジフリーズで固めてる間にこのマルチをコウモリ角門で潰しちゃえば、はい、もうこれでコウモリの天敵がいないわけですよね。ガーッと出ていったコウモリが一斉にイーグル砲と対空砲2本、これをぶち折ってくれてますね、こんな感じで。おまけにここにある、テスラと、あと何これ、大砲かなと、あとここにグランドウォーデンまで壊してくれて、こんだけ綺麗にね、コウモリでやってもくれたら、あとはもうベビドラとね、ババキンでこうサイドカットを入れながら、もうドラバルを回すだけですよね。非常にシンプルです。これだけでね、もう全開味方取れちゃうわけですよ。で、なんでね、このタイミングで改めてこんな、コウモリ動画を上げたかっていうと、本当にね、対策されてるって思ってるんですけど、私いろんな村が思ってる以上に、なんかうまく言えないな、対策されてるはずなんですけど、全然対策になってない配置っていうのが多いんですよ、本当に。で、面白いぐらい最近コウモリがね、使える配置っていうのが、1回こう野良戦なんかやったら2つぐらいは少なくともありますね、タウンホール12で。割合で言うとどうだろう、6、7分の2ぐらいかなはコウモリが使えるっていうね、配置が多いです。なのでこれね、やっぱり改めて覚えておいてもらいたいんですけど、コウモリっていう戦術はタウンホール12で、全開をね、取る戦術のレパートリー、今1個か2つ、2個ぐらい皆さん持ってると思いますけど、もうちょっとそれを増やしたいなというふうに思うんであればね、もしコウモリがまだだったら絶対コウモリ入れといた方がいいですね。特にドラバルとか、あとはラババルなんていう戦術をメインに使っている方は、クイヒーやね、ゴレボーラーって言った陸ユニット、これをね、単純にコウモリに変えてあげるだけっていうのに等しいんで、かなりね、今持っているスキルを生かしながらイージーにこうミスのない全開プランっていうのをね、実現できる、それがやっぱりね、コウモリの強みかなというふうに思いますね。こんなんで全開いけちゃいますからね。お手軽というかね、美味しい話ですよね。ぜひぜひやってみてもらえたらいいなというふうに思いますね。ちょっともう一回流してみましょうか。もうあんまりね、何度も見るようなもんでもないと思うんですけど、ここね、
やっぱりね、あの今私こっちから、コウモリを打っていきましたけど、逆のところ見てみると、こういうところウィズ島がね複数あったりして、まあ全部止めるのは無理ですよね。まあライドラでタゲを取ってとかいろいろねやり方はあるのかもしれないけど、まあそう簡単ではないと思うんですよ。でこのじゃあシングルインフェルノどうかっていうと、ここにあるウィズ島が邪魔で、あんまりね削れるのってまあこの辺しかないで、あんまコウモリでね呪文で7プラス8、9、10枠かな、なんだフリーズ入れて10枠使って潰すにはちょっとこの辺っていうのはね、コスパが悪いかなと。こっちもそうですよね。まあこの辺結構これ潰せるとは思うんですけど、対空砲を1個目こう絡めることができないので、であればねやっぱこっちから使いたいですよね。で使おうと思った時に邪魔なユニット、まあ、ものっていうのはアチャクイ、あとはフリーズで、封じ込めながらコウモリを出していくと。このねコウモリ戦説を使う時に、まあ、コウモリを使うのに邪魔な施設、これを壊すためには、多分使えるユニットってまあだいぶ限定的に考えていて、私、まずアチャクイですよね。アチャクイはコウモリを撃つ前に使っていいユニットだと私は思ってます。あとは、ライドラとかビビドラ、まあ、コスト30以下ぐらい分のなんていうのかな、そのコウモリ天敵駆除ユニットだったら使っていってもね、残りのドラバルパートに、まあ、特に影響を与えないと思っているので、そんな大きなね、これらのユニットを使いながら、あとは、レイジフリーズコウモリ7発、まあ、基本はこれぐらいだと思ってるんですけど、これを、どこに打っていくかですね。今みたいにウィズ島があればウィズ島をまずは、アチャクイで壊し、で、まあ、ベピドラはね別に何かタゲ取るとかウィズ島破壊とかねいう必要はなかったんで、もうサイドカットに回しちゃいましたけど、あと邪魔な、マルチ IT、 これはもうフリーズで凍らして、で一気にねコウモリで押していっちゃうと。でフリーズが解ける前に、まあ、コウモリで潰しちゃえばいいだけの話ですから、それでいけちゃうっていうね、まあ、このお手軽なあのコウモリ、ぜひね、相手の配置はおそらく対策してるつもりでなってないっていうのが割と多いと思うので、これはね多分日本のトップクランでやってもたまにそういう配置見たりしますからね、ぜひぜひ全開戦術の一つに加えておけば、まあまあそういう大きなイベント戦だったり、まあ、特にもうノラマッチングなんかだったら特にそうですね。今回相手レベル17のクランですけど、こんなのが一番トップにいますからね覚えておいてもらうと、のコウモリ対策に思っているその穴っていうのをうまくついてコウモリを流し込むことができると思いますので、ぜひぜひ試してもらえたらと思います。はい、というところで本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日は失礼します。バイバイ。